ピアニッシモ選手権。審査員がいるじゃん。前回はデシベル測ったんですよね、うん、機械で測ってるから位置によって違ったりするんですよ。ここで多数決決めた方が正しいんじゃないかと思って皆さん審査になっていただいて誰が一番ちっちゃかったかを今日審査していただきます。公平な審査をお願いします。優勝者は何があるんですか？ああそれ大事。優勝者は歯磨き粉1年分今日帰りにお土産2000円分マジ。おお。一番音でかかった人から小さかった人だって俺からっておかしくねえか。これやっべえ、めっちゃ緊張する。あと普通に言ってもいいのかしら。ちょっと待ってよ、2回ただみたいね。ドリーン。はい、ゆき選手失格。審議だな今。いや審査員の皆さん今のはあちょっとこれやられてるわ。ちょっと賄賂受け取ってるわ。今指当たったけど。ありがとう、知ってる。これどうです？マッチはギリオッケーぐらいだったんだよね。はい、ミキ失格。一番ちっちゃかったのは松葉。次に音ちっちゃかったのはハッチ。マッチ次は俺。おお、まさかの飛行が残んなかった。やっぱデシベルとは違うだな。こちら聞かせてなんぼなんで、もうちゃん。惜しいな。どうだった？俺？優勝者は俺！ありがとうございます。みんなで拍手してる光景がなんか。またっていう。微妙すぎるんで
もう一回結構絶望だったと思うんだけど。いや、いいけどね。うん、あ、そうそう、いい、いい方がいい。うん、あ、うん、まさえ、なになに、なんぼ欲しいねん。じゃあ、良かったと思う方に手を挙げてください。マッチだと思う人。お、松葉だと思う人。おお、第2位は松葉選手でした。じゃあ俺の優勝賞金2000円分から500円分けてあげる。おー、やったー。ありがとうございます。いや、思ったんだよ、一発打つだけだと最大数には使わないじゃん。でもそれ小林先輩優勝、大優勝。本当だよ、すごい。あとそう言ってた小林先輩優勝しなかったけど、あいつの、そうそうそう。要はこれをあの、これをどんだけチーズアウトできるか。いやいや、でもこんなもんだよね。あ、そうだと思う。こんなもんだよ。ちょっとテンポ遅くなかった。まさか。違ったな。せっかく当たっちゃった。当たっちゃった。おお、めっちゃ難しい。いや、めちゃくちゃ難しい。あ、でもそうだって。え、審議。違うんだよ。よく聞いてくれよ。いや、なんか始まった、また最後の音が死ぬほど来ちゃった。動画見よう。失格。叩き方って何でもいいんですよね。はい。あ、いいんですよね。まあ、はい、え、何、ダブルストロークとか。あ、そういうことか。こういうことです。多分。久しぶりの先でちょっと。いいけど、ミスする大丈夫か。え？むずそう。本当だ。しかも松葉消えたから優勝候補。知ってますか、そういうこと言うからダメなんですよ。最後確認したよね。ダッシュで全員1回ずつやろ。ああ、いいっすよ。
うまっ。おーおまたちょっとねリズムとか機会を変えてやれたらいいなと思っております。皆さん審査員ありがとうございました。